こんにちは、たかしん&一郎チャンネルのたかしんです。今日はですね、自分の車のレクサス、ヘッドライトシャワーを使いたいと思います。まあ、このヘッドライトシャワーっていうのは、まあ、冬ですね、まあ、雪国とかでですね、まあ、ライトが、まあ、汚くなったりとかするときに、まあ、ほぼ使わないんですけども、まあ、せっかくついてる機能なんで、まあ、どういうふうにシャワーになってるのか、ちょっと見てみたいと思いますんで、ちょっとやってみたいと思います。まずエンジンをかけます。してエンジンを、つけましたら、こちらのライトをつけます。そしてこれで今ライトがついたかと思います。これでですね、次がですね、ライトをつけた状態で、今度ワイパーですね、ワイパーを作動しながら、ウォッシャーを5回出します。いきます。1、2、3、4、5。ちょっと外の方を見てみたいと思います。そうしますとこんな感じで、ライトにですね、シャワーをかけてくれます。こんな感じの動画配信でございます。チャンネル登録よろしくお願いします。